阪神、そよぎ翔平へ。阪神が今季までオリックスで内野守備走塁コーチを務めたそよぎ栄新氏の翔平を検討していることが16日、分かった。二軍打撃コーチ格として考えていると見られる。そよぎ氏は5年大学社会人ドラフト3巡目で広島に入団。走攻守揃った内野手として通算1096試合に出場。10年にはキャリアハイとなる172安打、43盗塁でリーグ盗塁王に輝いた。粘り強さにパンチ力も兼ね備えた打撃を売りに、通算990安打を放った。17年オフの広島退団後は社会人野球のエイジェックでプレー。21年からオリックスのコーチに就任し、打撃コーチ、内野守備走塁コーチを歴任。中嶋聡前監督の下でリーグ3連覇を支え、7日に今季限りでの退団が発表されていた。阪神は今季1軍打撃コーチを務めた今岡誠氏が退団し、水口英二氏の退任も濃厚。打撃コーチには今季までオリックスに所属している小屋野栄一氏の翔平が決定的で、北川博俊2軍打撃コーチの1軍昇格が検討されている。2軍打撃コーチのポストが空くと見られ、藤川球児新監督と同じ80年生まれの松坂世代のそよぎ氏に白羽の矢が立った模様だ。現在は侍ジャパンの内野守備走塁コーチを務めており、今週のプレミア12をはじめ26年には WBC も控えるため、兼任が可能かも含めて球団は慎重に交渉を進めていくと見られる。手頃にオリックスばっかりだな。おいカープは何してんの？そよぎさん、広島には戻らないんだね。コーチ陣も小粒やねえ。大丈夫か？なんだか仲良し内閣になりそう。どうなることやら。ヘッドコーチ誰にすんねん。ひょっとしておかないんかな？宗山と同郷ということはドラフトは。ベテランで若い球児に進言できるヘッドが必要。カープは何やってんだ？相変わらず動きが遅い。なんで阪神は檻のコーチが好きやねん。他の球団に、つてはないんか？球児ってオリックス選手とそんな仲良かったんか？てっきり広島に戻ると思ってた。同い年のお友達内閣か。それなら松坂大輔を呼んでみろ。意外な人選。決まったなら頑張ってください。阪神 OB にこだわらず有能な人はどんどん来てほしい。松坂世代で揃えていく感じですか？兼任できたとしても、大会が始めればコーチ不在になる。それでいいのか？阪神はなぜ強打者タイプの打撃コーチを入れないんだろう？